県内で環境保護活動に取り組む個人や団体を表彰する三浦保環境賞の表彰式が松山市内で行われました。表彰式では大賞に選ばれた正木町の新興工機株式会社をはじめ受賞者全員に記念の盾が贈られました。新興工機は放置竹林から飼料用の竹ペレットを製造する研究開発に取り組んでいます。また知事賞にはホタルの保護活動に取り組んでいる松山市の日浦中学校が選ばれました。盾を手渡した加藤知事は皆さんの日頃の地道な活動に敬意を表します。今後とも地球環境保全のために活動を継続してくださいとお祝いの言葉を送りました。受賞者を代表して新興工機の福田和明さんがこれまで利用されなかった資源が有効活用できないか今後も模索していきたいと謝辞を述べました。